こんにちは、小夏です。この度私はですね、完全にマキタの沼にハマりました。今持ってるのが充電式レシプロソーで、まだ開けてないんですけど、ちょっとこれを今日は使ってみようと思います。あのね、他にもね、あのこの間アマゾン感謝祭みたいな安い時があったじゃないですか。その時にね、マキタ製品ってそんな安くならないんですけど、ポイントアップしちゃったんで、いろいろと買ってしまいました。なのでまた後日いろんなのが出てくると思うんですけど、今日はレシプロソーのレビューをしてみようと思います。小夏のグッズ発売中。タイヤカバーとかステッカーとかいろいろあります。詳しくは概要欄へ。 NHK。 ほんなら早速開けていこうと思います。楽しみ。いやー、待ってよ。でれんでれん、お、来た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 、出たー。うおー、本物だ。こんな風に入ってました。結構コンパクトなんですよね、これ自体は。でもすごい小さいのに重たい、ずっしり感がすごいです。しっかりしてるね、これ。あとは説明書、ここに刃が入っています。こんなやつです。マキタって書いてある。以上。改めて出してみるとやっぱりかなりずっしりきますね。この前のとこがかなり重たいです。すごい。あ、そうだ、それで、価格がですね、私が購入した時は、これはあのバッテリーもついてない、充電器もついてないものなんですけど、これで、19,492円でした。で、まあ、値段の変動もあるかもしれないんですけど、それくらいの金額です。とここに書いてあるんですけど、よいしょ、切断能力が木材の方が 255mm でパイプが 130mm って書いてあります。それぐらいのパワフルでコンパクトなあのレシプロソーらしいです。ちょっとやってみらんばかりにはどんなもんかわからんけんね。めっちゃカエル鳴いてるわ。ほんでここの部分、ここの部分には LED ライトがついています。ライト付きです。ほんで次にレシプロソーの形なんですけど、私が買ったのはこのマキタのこのまっすぐのタイプね。で、今まで使っとって、私が前に買って持っちゃったやつ、ずっと使っとったやつのレシプロソーがこれです。これはね、ブラック&デッカーの、あのここの本体からここの先がいろんなやつに変えれて、まあ、アタッチメント変えて、まあ、ここの部分レシプロソーにしたり、まあ、インパクトにしたりみたいな、いろんなことができるようになってるやつです。これをあの使っとったんですけど、これすごい形がね独特で、こんな風になってるんですよ。でね、こう持って、ここ持って、ここ持って、でこうみたいな、ガーって感じでやるので、まあ、基本的には両手でガーって押さえるような感じになります。この格好だと、例えばもうちょっとで届くなーぐらいの木を落とすには、片手ではまあすごくやりづらかったりとか、まあ、こっちの手はもうあんまり離してできない感じなので、ちょっと複雑な形がちょっと使っとって、うーん、どうだろうっていうふうに思ってきました。ほんで今回はそれも思ったのもあって、このマキタのまっすぐなやつを買ってみました。でね、マキタのやつもいろいろ形があって、なんかね、銃みたいな形のこう曲がったやつとか、そういうのもあったんですよ。だけど私がこれが使うにあたって、その形って使いやすいんかな、どうかなと思ったら、やっぱじゃあこっちかなっていうふうに考えて、それでこっちにしました。ちょっとこの比較も後でやってみようと思います。よし、じゃあ早速刃を取り付けて切っていこうかなとか思ってたんですけど、木を切ろうと思ったんですけど、この付属のやつが鉄ステンレス用って書いてあるので、ちょっとひとまずこれつけて鉄のものを切ってみようかなっていうふうに思います。で、刃の取り付け方なんですけど、ここの部分わかるかな、この下の部分をこういうふうに回すことができます。なんかパッてやったら戻る感じのやつです。で、正面見たらこうなってるので、これをこういうふうに回しながら刃をこの中に入れて、これで取り付けが完了です。外すときはつまみをこうやってヒュッてやるやつやっただけで、スッて簡単に取れます。よし、じゃあ、
ほんなら鉄を切っていこうと思います。で今日切る鉄はハウスのねちょうど腐食した部分、ここのとこ切らんといけなくて、ここのとこでちょっと切ろうと思います。ハウスの鉄パイプ、うん。じゃあ早速この辺行くかな、せーの。いけた。見てこの断面、めっちゃ綺麗。額縁に入れたい。いやー、私普段木ばっかりしか切らんので、鉄なんて初めてかな、切ったの。なんでこんなに簡単に鉄が切れると思わんかったです。意外と簡単に切れるんだ。初めてが牧田だからかな、わかんないけど、あの刃を置いてるだけで、あと時間が経てばどんどん切れていくみたいな感じで、そんなに力はいらなかったです。すごい。一回使って刃はこんな感じになりました。全然大丈夫です。ほんじゃあ次は塩ビパイプを切ってみます。これは多分スッといくんと思うけどね。ちゃんと押し当てていくぞ。めっちゃ簡単に切れた。すごい。ちょっと斜めったけど、まあ、ポーンって感じで切れました。ほんじゃあ次は、木を切っていこうと思います。このやつね、こんなやつを切ります。ほんで刃がなかったので、あのブラック&デッカーの純正のやつ、これにあの木工用のやつなんですけど、これに変えてやってみます。じゃあいきます、せーの。お、すごっ。うわー、全然楽だわ。スポーンと切れるね。こんな感じです。結構いい感じにスパッと切れました。じゃあ次は刃を戻してブラック&デッカーで同じ木を切ってみます。じゃあ行きます、せーの。ハマっちゃってるわ。やばい。はあ、やっと切れた。ちょっと歯が詰まっちゃってあれだったんですけど、切れました。どうかな。いつももっとスパッと いけるけど、断面図はこんな感じで、ちょっとまあ切った跡があるような感じです。マキタの方はちょっとツルツルだったんですけど、こっちはちょっとギコギコって感じ。こっちのブラック&デッカーとこのマキタのレシプロソー、どっちも今木を切って比較してみて、あの、まあ、素人ながら力ないながら思ったことなんですけど、あの力がある人だったら絶対もっともっと早くウィーンスワンって感じで行くなっていうぐらいのパワーはマキタはありました。でレシプロスのこっちのブラック&デッカーも私みたいにこうなんだろうな、時間は多分かかんないとは思うんですよ、そのうまくできる人は。だけどあのできないながら思ったのは、このブラック&デッカーの方は切ってる最中に刃がこうブルブルブルってブレてきちゃったりとか、あとはまあちょっと動かしながら、やっぱギコギコしながらやらないと刃が詰まっちゃう、詰まりやすいなっていうふうに思いました。ほんで、こっちのマキタの方のレシプロソーはあの刃がブレたりとか、こう木で詰まって刃が固まっちゃったりっていう、そんな隙も与えないぐらいの、あのパワーがすごいあったので、そういう風にはならなかったです。それはね、あのすごく体感して思いました。まあね、うまいうまくないを全然あの関係なく、そこは絶対にある差だと思います。
でもっとうまく切れる人は断然、うわめっちゃやばいこれすごい切れるわってなるはずです。それはわかる、すごいわ。ここでエコフローさんからちょこっと宣伝です。11月16日から Amazon ブラックフライデーのセールが開催中です。年間最大の 50% オフになったり、まあ、こういうリバー2とか人気の種類のものが結構安くなってるみたいなので気になる人はぜひぜひ見てください。さらに、視聴者さんは 5% オフのクーポンコードも合わせて使うことができます。で、結構キャンプとか車中泊とか活躍するので耐久性とかもすごくあるので、この機会にぜひぜひということでした、はい、あと先着99名さんの方に99名さん、クッションのプレゼントがあるみたいなので気になる方はぜひぜひ見てください。はい、ということで今から庭木を切っていきます。お母さんに頼まれて切っちょいてよって言われたやつが何個かあるんですよ。ほんで、それをなんか切っていこうと思うんですけど、まずはこの種が多分ね飛んで生えてきた山椒、この木をちょっと切っていこうと思います。割とまあさっき切ったよりは細いけど、まあまあしっかりしてるからねまあ余裕でしょう。ということでいきます、いくぞ。お、切れました。うおこのまま飾りたいみたい。あ、飾りたいみたい飾ったらいいみたいだね。すごっ、めっちゃ早い。全然力入れてないのにサンって切れました。やっぱつながっとる、地面につながっとる木は切りやすいねあーいい匂い。さあ、おお、絡まってる。いや、じゃあこの椿もいくか。よっしゃ、ははは、楽だね、すごい。いめっちゃ絡まっちゃうこれ、すごっ。全然取れんがん。柔らかいやつも切れる。よっしゃ。お、ツルとかも結構いけるんだね。まあ、手でちぎれるけどさ。あ、いけるいける。よいしょ。なんだこれ。これか。これじゃない？どれ？なんで？どこまで繋がってんだ？あ、いける。おー、取れたー。じゃあ次はこのサルスベリのちょっと枝の分かれとる部分を切っていきます。これ邪魔だね。なんだこれ。ないわ。よし。よし、じゃあ行きます。うわー。坂上から葉っぱが出てくる。よし、じゃあこっち行きます。あ、噛んでる。うわー。ちょっと寄せて。よっしゃ、行けるか。OK! 倒れます。よいしょ。よし、切れた。じゃあ、よっしゃ。よし、おー、簡単だね、楽ちんだね。じゃあ次はこの木いきます。ちょっとね、枝落としてから切ろう。サクサクだね。
うわなんだこれなんだこれ、よし、じゃあ行くか、根元から行きます、行くぞ、せーの、疲れた、よし、あと半分くらいだね、せーの、切れた、すごい、ほぼ当ててるだけだったけど結構太いの切れた、すごい、はい、ということで今回はマキタの充電式レシプロソーをレビューしてみました。初めて使ったっていう感じの、まあ、初体験レビューみたいな感じだったんですけど、切れ味的にはもう本当に刃を変えただけなのに全然ブラック&デッカーの刃でこっちで使ってももうパワーが全然違うっていうのが分かって、刃のせいじゃないっていう、本体のパワーがこうグッと詰まってるなっていうのをすごく感じました。なのでこれからちょっとマキタのこのレシプロスを使ってもうちょっとお庭整えたりとか、まあ、イランキ切ったりとかやっていこうと思うんですけど、他にも気になるのすごくいろいろあるので、またマキタ製品もレビューしようかなというふうに思います。のレシプロスを気になる方はぜひ概要欄からリンク飛んでみてください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。 SNS もやってますので概要欄からぜひ飛んでみてください。ということでまたねー。